い、今日で対談を迎える神と愛に出てきてもらいましょう。愛ちゃん、みんなで見たらよ、ごめんなさい、みなさんフライングだね。カラリックしていただいてるんですけれども、はい、なんと次歌う曲は愛のリクエスト曲ということで、なんでこの曲にしたんですか？スタートに入って、はい、ダンスをたくさん今まで、頑張ってきて、はい、今日はファンの皆さんにそう私が今まで、頑張ってきたので、それを感謝も込めて見ていただけたらいいなと思ってこの曲にしました。はい、ということで早速いきましょうか。それでは聴いてください。オンリーシャイニングスター。
今日はスタート、なんとなっちゃんは東京でお仕事頑張ってる最中なんですけれども、はいはい、全15名ということで、はい、じゃあ最後にね、はいちゃんが対談ということで、はいから、はい、一言お願いしてもいいでしょうか。はい、改めまして、皆さんこんばんは、上戸愛です。今日9月6日をもってスタートを対談させていただくことになりました。私は中学2年生の夏に自分に強みや自信が欲しいなって思ってスタートのオーディションを受けました。今までたくさん大変なことも辛いこともあったんですけど、ライブに出るとファンの皆さんの温かい応援や笑顔を見るといつも頑張ろうって勇気をもらっていました。スタートのメンバーのみんなはこの私にいつも優しくしてくれて、ダンスの練習を一緒にしてくれたり、プライベートでも仲良くしてくれて本当に感謝しています。これでスタートを退団してしまうことはすごく寂しいんですけど、ここにいる皆さんや今まで支えてくださった方、たくさんお世話になった方に誇れるような生き方をし、かっこいい大人になれるようにこれからも頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございました。はい、本当に愛は入ってきた時に、あ、この子やばいぐらい踊れないわってなってたんですよね。6期生結構、はい、同期前に出てください。結構踊れる子が多かったりして、すごい最初不安だったんですけど、負けたくないっていう気持ちはね、ちょっと見た目はほんわかしたりしてるんですけど、気持ちはすごい強くて、何よりもスタートが大好きっていうね、気持ちがすごい伝わって、ダンス逃げたくなったよねなったんですけど、そんな辛いダンスレッスンとかも、あのライブが部活が忙しくて出れなかった時もちゃんとレッスン来て、本当に努力家で、この優しさと強さに私たちメンバーもたくさん支えられてきました。スタートをねやめようかなっていう相談をもらった時も、どっちも本当に部活野球が大好き、みんな知ってると思うんですけど、言っていいよね野球部のマネージャーもスタートも両立したいっていう、もう本当に究極まで迷ったんですけど、やっぱり高校生の今しかできないこと、まあ、両方できないんですけど、本当に愛の決めた道で、もう私はウグイス嬢としてまたね愛の声がね、はい、野球場に響き渡ることを夢に見てますので、そうやって羽ばたいてくれたらいいなって思っております。せっかくだからごめん、何も言ってなかったんだけど、一人ずつ3人からになっちゃうけど、一言ずつお願いしますもう6期生の4人は本当にちょっとスタートが沈みかけてた時に、この4人が入ってきてくれて、あ、またもっともっと頑張れるんじゃないかなって思ってきたメンバーで、団結力もねすごい、先輩たちについていかなきゃっていう思いがすごい4人だったので、今のスタートすごい支えられております。一言ずつ、じゃあルカからお願いします。泣くつもりじゃなかったんです本当に一緒に入ってきて、やっぱ辛いことも大変なこともたくさんあったし、それから高校に入っていろいろね、あの大変なことももっと増えて、本当に大変だったと思うけど、あのだってあのマネージャーとかあの
頑張ってるの知ってるし、あの に受けて、なんかなんだろう、すごいみんなで4人で一緒に頑張ろうって、なんか毎日毎日いっぱい練習したなっていうのを昨日のことのようにすごい思い出されて、なんか不安になった時もなんか一緒にみんなでなんか頑張ろうって、もっともっと上目指そうって、なんかみんなで声かけて頑張ってきたなっていうのがすごい一番思い出に残ってます。今マネージャーとして部活動も頑張ってるってさっきね話もしたし、また何かあったらお話聞くし、ミオもお話聞いてください。ありがとう。おめでとう。はい、ということでメンバーから色紙のプレゼントです。ありがとう。本当は野球ボールにしようと思ったんだけどなかったから同じ円形にしました。すごいファンの方からもありますかね。よかったらかけてください。そっちでいいのかな。どっちがいいと思う。こっちの方がいいんじゃない。こっちがいいの。はい、お願いします。愛ちゃん、2年間本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとう。野球部とマネージャーとして負けずに諦めずに部員たちをしっかりと支えてください。はい、ありがとう。できれば僕も支えてほしかったです。まあそんなことはいいとして、まあ本当にお疲れ様でした2年間、はい、ありがとうございます。愛ちゃん、卒業おめでとう。ありがとう。2年間本当に早くて、本当にもう感謝しかないなっていつも思ってます。これからも元気で頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは写真撮ります。最後だけでいいですか。最後だけで。それじゃあライブ後半戦に行きましょう。はい、楽しく笑顔で歌わなければ、ね、そうだよ。もうね、愛は本当にね、スタートが楽しいっていうね気持ちが全面に出るので。なんかさ、一個言いたいのがさ、久しぶりに愛に会った時にさ、うん、なんかツイッターでひりゅうちゃんの写真保存してますって言われて
オタクだな。びっくりしたわ。何と思って。そう、ちょっと角度が変なやつが撮ってきた。そこかい。はい。大丈夫？大丈夫？え？結びは。すいません。さあ、タイトルコールできますか？スタートみんなで。それでは聞いてください。コングラチュレーション、希望の鐘の音。ダラリラ、ダダダリラリラ。